横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の伊能、対するドラゴンズの先発は左の小笠原、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ベイスターズピッチャーを変えてきました。エスコバー降板、マウンド上は三上、今日5番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目空振りから第2球投げた、これもしかし空振り、これで追い込みました。投げた、打ちました、セカンド右横のゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番阿部、第1球投げた、低め決まってストライク、いきなり150キロ投げた、決まってストライク、これで追い込みました。投げました、一つ外してボール、第4球を投げました、外れたボール、第5球投げました、打った、セカンドゴロ正面、柴田ボールを取る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番平田、今日はここまで4打数ノーヒット。第1球投げました、初球はストライク、いきなり152キロ、1球目ストライクから投げました、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。三上この回きっちりと3人で抑えています。延長10回の表が終わって5対5、現在同点です。引き分けで終了です。お送りしてまいりました一戦は5対5、引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。